フィークルはアイルランドクレア県の村。この村を含む行政区及びローマカトリックの教区の名称でもある。パーイストナファヨカイリーは派の教区を意味する。伝説では守護聖人である聖コナンの派が教会を建てた、この地に落ちたとされている。他の説ではフィーオーゲールで屋根を吹かれた教会から名付けられた、あるいはフィアハイルから転じた名前とされている。 行政区としては、北タラ郡の一部であり、スカリフからゴートに向かって北西に4.5マイル、進んだ先の地域を指す。1837年には8,844人の住民を含み、約3万エーカーに及んだ。1845年当時のフィークルについて、以下の通り説明された文章が残っている。地表は、カウンティの西にある高原の最も高く、高涼としており、 北風の強い土地で構成されている。また、スリー e イコールバグサ山脈の南側の下り勾配を含んでおり、グラニー湖を囲みオグラディコにまで広がった山裾が並び、集まっている。最も標高の高い土地は西にあり、標高1312フィートである。ローマカトリックの教区としては、キラルーローマカトリック教区の中にある。教区内の教会は、 キルクラランにある聖ヨハネ教会とフィークルにある聖マリア教会の二つである。2006年現在の村の人口は122人。近くにダーグ湖よびタラとスカリフの町がある。フィークルは毎年8月上旬に開かれる伝統音楽のフェスティバルで有名である。聖コナンはフィークルの守護聖人として崇拝されている。彼の教会の遺跡は19世紀初頭に破壊された。 1974年12月12日、IRA 暫定派とシンフェイン等の指導者たちが、フィークルのスミスズホテルで、アイルランドの主だったプロテスタントキリスト教徒宗派の指導者と共に、北アイルランド危機の解決方法の討議のため、会談を行った。アイルランドの警察は、この会談を潰した。指名手配された IRA 構成員は回帰に去っていたが、 各協会の構成員は、共和国のイギリス政府への要求項目のリストを、すでに彼らに渡していた。メソジストの指導者、エリック・ギャラガーも、この会議に出席しており、後に、デニス・クックの書いた本ピースメーカーのテーマになった。エニスから出ている、予約制コミュニティバスが通っている。ありがとうございます。